します今日は、文献情報を利用したまあサービスの活用というお話をさせていただきたいと思います。でこちらの資料なんですけども、えー、ライフサイエンス統合データベースセンターの山本さんという方が作られたものです。で今日紹介するのは、えーっとまあ、パブメロの使い方と、山本さんがえっと作られたまあツールとかサービスについて紹介をします。で今日はちょっと山本ささん来れなないいのので代わりに私の方がご紹介させていただくような 予定になっています。で、ただその質問等はですね、もしございましたら山本さんにあの後から連絡先も教えますし、山本さんの方に直接連絡取ってもらってもいいですし、えー、っとまあ、私を通して山本さんにえー、っと伝えることもできますので、遠慮なくえっ、ー、と、まあ、ご意見またご質問いただければと思います。えっとブラウザの件でえー、っとちょっとあのご不便みたいなことをおかけしてるかと思うんですけど、この理由はですね、あのえっと我々の周辺の開発者が マイクロソフト、えっと Microsoft、あんまり好きじゃない人が多いので <laughs> というような理由もあるかと、まあ、あの半分冗談ですけどもちょっとそういうこともありますので、えっと、ただ今日紹介するのは多分私が紹介するものについてはブラウザの、えっとまあ、制限みたいなのは多分ないと思うので、えーまあ、気にせず多分使っていただけるかというふうふに思います、えっと、それではよろししくお願いいたします。 えっとまあ最初、パウメドの話をしますのでパウメドのえっと最新情報というタイトルがついてますけれどもパウメドの最新情報はこの NLM ・テクニカルまあ開始というんですかね開放というんですかねでえっと紹介されていてこれはあの、えっと、2016年かな2016年ぐらいのちょ,っとちょっと古いんですけどもその開放に乗ったものを表しています。その中で、えっと メドラインというデータベースに対してまあパブメドを通してアクセスが可能になるとフリーでえっとアクセスが可能になるというような記事が出ています。でそれが1997年なんですけどもの記事としてまあ出ています。でその後このパブメドノートえっと まあ収録している論文の数をこれ表したグラフなんですけども、まあ横軸に時間があって縦軸にそのパブメドが収録している合計の件数が左のえっと軸になっていて右の軸の方に年、ね、が当たるの追加の件数がまあございます。これ見てもらうと分かるように一番右足これがえっと現在1えっと2018年だと思うんです。まあ途中までなんでえっと上まで行ってないんですけども、えっと現在までに収録している件数パブメドで,、えー、で検索できるですね。 論文の数は約そのえっと三千万件ですね。えっと左の方の軸を見ると三千万件に及んでいて、えっと年に追加されている件数っていうのが最近は一千万件以上あるということになっています。でちょっと昔だと私がえっとこういう仕事を始めた頃、十年ぐらい前、まあもうちょっと前ですね。十五年ぐらい前だと、えっとライフサイエンス分野の文献は大体年に五十万件ぐらい。 登録されているということから考えると、その登録されていると論文の数もどんどん増えているというようなことになっています。で現状ですけれども、今現在では繰り返しになりますけれども、二千八百万件を超える文献の情報がまあ登録されています。まあパブメドで検索できる件数です。で二千十五年だけで一千件以上の論文が追加をされている。で対象になっているまあ学術誌ですけれども五千二百件。 を超える学習が対象になっているで1日当たり250万件の検索160万人の利用者830万件の書誌情報が閲覧されているということです、まあ、これだけの情報を提供するしているというの,は,その、えっと、要はコンピュータ資源のも大変なものだと思います、まあ、た多分こういったこの分野ライフサイエンスの分野でこれだけ利用者のあるデータベースの他には多分ないんだと思います あと最近はモバイル端末からの、えー、っとアクセスも増えていて、まあ、12万件強の検索があったり、えー、3万2千件の利用者があって35万件が閲覧されているということです。で近年はそのプログラム経由でアクセスする件数も増えているということです。でパブメロの最新情報ということ、まあ、検索の最新情報ということでここに書いてあるのはですねインターフェースが日々変化し続けている。 でえ皆さんもお気づきだと思うんですけどもえたまにそのパブメロを使うと結構いろんな機能が追加されたりインターフェースが変わっているのをお気づきだと思うんですけども、えっとまあ、今日々広告と進化しているというような、えー、状態だと思います。でパブメロを検索する場合には皆さん多分もう、えっと、パブメロとグーグルで検索をしてその検索の窓口にキーワードを入れて検索をすると思うんですけども、えっと、このパブメロの 多分この上の方にですね、多分検索の窓口が普通はあるんですけども、まあ、そこにも皆さん直接、えっと、キーワードを入れて検索を始めると思うんですけどもその下のところにパウメロツールズっていうのがあってここからまたちょっといろんなその、えっと、個別の検索ができるようになっています。今日はちょっとこの中のいくつかをご紹介をいたします。でこれはその一つです、えっと、さっきちょっと出てきたそのモバイル端末におけるその、えっと、パウメロの検索の画面です。まあ、こういっ,たちょっとシンプルな形で、まあえっと まあえー、パソコンで検索するよりもシンプルな形で情報が、えー、提供されているということです。で、えー、パブメの場合にはさまざ、あ、まなその検索を効率的にするための機能が備わっています。でそのうちの一つが柔軟なフィルター機能を、えー、検索結果ページにまあ配置しているということです。でチュートリアルがまたここにあるので、まあ、関心のある人は見てください。で2番目として発表年による絞り込みを要因する対話的なグラフを配置している。 3つ目、より詳細な条件設定を可能にするフォームを配置している RSS を用いた最新検索結果の自動配信機能を提供している、まあ、この中でいくつか皆さんご存知のものもあると思うんですけれどもそれについて復習がてらちょっと,と,ょっと実際に、えっと、検索してみた方がいいかもしれないですね。 でこれがですね、グーグルで多分パムロとやって、えっと、一番最初にトップで出てくるものにアクセスすると、この画面が出てくるんだと、まあ。普通はここにキーワードを入れて検索していく、先ほど言ったパムロツールというのがここにあります。で、まず最初に、えっとまあ、例として、えっと、資料の方にあります、自、ま、家、あ、ウイルスですね、それをちょっと。 まあちょっっと古い感じももすするんですけどもちょっとこれをを使てて検索をしてみます。でそうすると、まあ、ご存じのとおりこういったあのリストが出てきますけども、まあ、そこの例えばここにえっとアーティクルタイプっていうのがあると思うんですけどここでいろんなえっと例えば文献の,そのタイプの絞り込みができたりここに発表年数のえっとグラフがあっていついごつろにどれぐらいの論文が登場しているのかってことが分かりますし関連の言葉,言葉を使って った検索の拡張とかあと絞り込みみたいなことができるというようなことが一つの特徴になっているかと思います。で実際にいくつか見ていく方がいいかな。そうです。まず 検索結果はふ普段はこうやってウェブ上で閲覧をするっていうようなことが多いかと思うんですけどもダウンロードしてその結果を残しておきたい場合にはこの画面の右上といいますか真ん中の辺ですねそこにセンドトゥというのがあるんでここを選んでもらうとファイルというのがあるんでファイルを選んでもらうとさまざまな形式でえっと この結果をダウンロードして、まあ、パソコン上で保存することができるというようなのが一つあるかと思います。でその他、えー、っとこの下の方に見に行くとですね「ファインドリレーテッドデータ」っていうのがあります。 でこのパブメドは、えっとまあ、皆さんご存じのとおり NCBI というまあ組織が提供しているえっと文献のデータベースなんですけど、まあ、その他いろんなデータベースを持っているということも皆さんご存じだと思いますがこの検索のキーワードに対してそれぞれのデータベースとどういった関連を持っているのかということを調べるこのとし検索したキーワードに対してデータベースにどういったことが登録されているのかということを調べることができます。そののの場合にはこいいうのがございまして ここで、これが NCBI が提供しているこれデータベースになります。そのうちの例えば、どれでもいいんですけども GEO、Gene Expression Omnibus のデータセットに対してこの今検索したキーワード、こちらに今論文がリストアップされていますけどもそれに対する関連するデータがあるのかどうなのかというのを見に行くときにはこのデータベースを選択してもらってファインドと。 しますとその GEO のデー,タセットデータセットのところに行ってこういったデータセットが先ほどリストアップされていたその結果に関連するデータとして GENEXPRESSIONONUVERS に登録されているというようなことでその関連のデータベースに連動しているというかそ,のそちらの情報を取りに行くことができるというのが一つの特徴になっています。 でえー、っともう一回戻ってあとはですね、そ,のしあ、えー、っとそうだな、えー、っと今、この、えー、自家ウイルスで検索をしていますけども、えーっと、例えば2年ぐらい前検索すると、多分この並びで多分出てこなかったと思うんですけれども、最近、並び方が実は変わっていて、 ここにです、ねえっと、ソートバイといいうのがございますで最近はこの、えっと、デフォルトの初期設定が、えっと、ベストマッチっていう形になっていると思いますで以前は多分ですね、えっと、新しいものから順番に並べるというような形で並んでいたと思うんですけども最近ですね、えー、ここ1年か2年ぐらいの間にベストマッチが初期設定になっています。 でえー、っとこれはそのいろんなアルゴリズムを使って、えー、っと一番その関連したキーワードに近い状態のものを順番的に並べていくっていう、まあ、アルゴリズムがある程度成功を収めたということで多分今こちらのベストマッチっていうのが初期設定になってると思うんですけども、まあ、以前はあのこちらの方が、えー、っとこちらの昔のです、ね、新しいものから順番に並べるとか慣れてる場合にはこちらを使うということも、まあ、このボタンの切り替えでできるように今なっています。 で次に個々の論文に対してどういった情報が提供されているのかっていうのを見,た、えー、と見に行きますけども、えーとまあ、例えばこの論文に対してチェックを入れてその論文の中身をまあ見に行くと、えーまあ、こういった表示が出てきてこの右の方に「シミュラーリレあアーティクルズ」っていうのがあってこの論文と似た論文の情報がまずこちらの方で提供されています。でその下には、えー、とこの論文を引用している まあ論文の情報が出てきます。でそれぞれこの上の方は、えっと、類似の論文をどうやって探しているかっていうとこれはあ,の、まあ後からちょっと詳しい話はしますけども、えっと、メッシュタームっていうその文献のですね作品付けに使われるこういった語彙集がありますでこの多分共通性を見て、まあ、類似性を見て類似の論文を出しているんだと思うんですけどもこのメッシュについてはまた後から紹介をします。 でえっと、ちょっと戻りますけれども、この引用する文献につきましても、えっと、これはあのパメロセントラルって以前言ってた、PMC っていう、えっと、まあデータベースというか、データセット、ご存知でしょうか、PMC でご存知の方いらっしゃいますか、あ何人かいらっしゃいます、ね、えっと、パメロの中の論文、えっと、パメロ検索すると、あのまあそのほ多くがですね、アブストラクトまで検索できる、まあ、アブストラクトまで,閲覧,検索で、えっと、閲覧できるサービスだと思うんですそのうちの 今3割から4割ぐらい3割ぐらいだと思いますけども全文が閲覧できるようになっていますその全体を全文を閲覧できるそのデータセットが PMC 以前はパムロセントラルと言ってたんですけどちょっと間違いやすいということで PMC というような呼び方が今正式な名称になっているんですけどもその PMC のデータを対象にその PMC が の中にもちろんその引用文献の場合にはアブストの中に入ってこないわけですからその全文を見ないとその論文引用されているかどうかっていうのがカウントできないんですけれどもその PMC の全文を対象にこの論文が例えばこの対象の今見ている論文に対してどれだけ引用されているのかっていうのことを調べてそれをリストアップしているというものになる。 でそのまた下の方にですね、えー、とリレーテッドインフォメーションというのがございましてでここにアーティクル、えー、とフリークエントリーレビュードットギャザーというのがありますけども、まあ、この論文を見ている人が他にどんな論文を見ているのかというようなことを、えー、と見ることもできます。で要はこの検索した結果でその見ている人は多分同じようなことに興味があるだろうということでその情報を提供してくれるというようなサービスです。 でまたちょっとこちらの PDF の,えっと PD F のえっとファイルの方に戻りますけどもえっと先ほど紹介一番最初に紹介した NLM のテクニカル開放というところでえっとこれは2018年かなちょっと小さくて2018年の3月。 から4月の開放についてちょっとこれ、非常にあのえっと見にくくなってますけども、えっと3つの新しいえっと検索のフィルターが設置されたってことが紹介されています。あの多分資料の方もちょっと見にくいかもしれないんですけども、1つ目が。 サプリメンタルデータのフィルター要はサプリメンタルデータがついている論文を効率的にピックアップするフィルター機能がついたというのが一つです。でもう一つはデータその論文で使ったデータが利用可能な論文についての絞り込みの機能がまた一つ追加されています。で3つ目としましてはデータのサイテーションの絞り込みっていうのがあります。でこれは、えっと えっの研究者が公開をした発表したデータに対してそのデータを引用して研究をしたことが明示的に書かれている論文を絞り込むというような機能です。こういったどんどん新しい絞り込みの機能なんていうのも追加されているということです。でもう一つははこれはそのパウメドの 実験的なページなんですけども新しいインターフェースをこういった公開をして皆さんのユーザーの意見を聞くというようなページがございます。でこれなんかもちょっと見ていくと実際に検索をすると検索の結果こういったインターフェースを今検討しますよということが分かるのでこういったことをまた皆さんに意見を求めているというようなものだと思います。でここからは先ほどちょっと紹介したメッシュタームについてご紹介します。あの メッシュタームっていうのをあのご存知あるいはな使使われているって方いらっしゃいますか。あこれもな何かいらっしゃるいますね。でメッシュタームっていうのはさっきもちょっと紹介したようにえっとパブメドまあメドラインですねメドラインのえっと論文に対してえっと人でえ専門家がつけた論文に対する作演作品であるとかまあ分類のためのまあ用語 それに使う用語なんですけどもそれを実はそのパウメの検索でもうまく利用することで効率的なな検索ができるようになりますで先ほどちょっと見てもらったんですけどもその個々の論文の下のところにさっき実際に見たほうがいいですね。どれでもいいんですけども。 この下のところにですね、えー、っとパブリケーションタイプスメッシュタームっていうのがございます。こここを開くとこの論文が えっとどういった言葉で作品付けられているの、まあ、分類されているのかということが分かります大体いい、ねえっと、5個ぐらいから少ないものは5個ぐらいからもうちょっと少ないものあるかもしれませんけどだい大体20個弱15個ぐらいのえっとキーワードが付けられますでこれはあの人手でつけていてその論文のまあ分類とか、えっと、実際の,その検索の,時のえっときの効率的な検索をするのに非常に役立つサービスです。 でメッシュタームについては、ちょっとこちらにまとめたので、えー、っとちょっとご紹介をします。で概,、えー、概念の階層関係を持つ統制語彙、まあコントロールドボキャ,ボキャブラリーであるということです。で語彙数は約二万九千あります。でこれは、えっと年、えっと年次、更新されます。ももちろんそのえっと科学技術の進、えっと進展によって、いろんなその概念等が。生じてきますし、一方で、もう、古くなったものについては。まあなくなって、まあ完全になくなってしまうってことは多分ないと思うんですけども、新しい概念と。 の関係をし記すようなことになったり、まあ日々その更新ね、まあ年次更新をされているということです。で、えっと、メドライン収録の全文献に対して、えっと NLM、ナショナルライブラリオブメディスンの約100人の専門スタッフがメッシュタームを用いた文献の注釈付け要は作品付けを行っています。で、全員が生命科学関係の学士以上の学位を有する人です。 でパブメの検索に利用することで効率的に目的の論、えー、っと文献を見つけることができるようになります。でこれはそのメドラインのまあ代表的なまあ特徴であるということが言えると思います。で昨年からそのセマンティックウェブにおけるデータの表現 RDF によるまあ配布も始まる。まあ、この RDF については 午前中のお話の中でちょっと出てきたと思うんですけども、まあ、今日はちょっとあんまりその細かい話はしませんけどもちょっとメッシュであるとかそのメッシュの活用みたいなことをですねこの後ちょっとご紹介をしていきたいと思います。 で、えっと、メッシュを使ったそのパウメの検索の場合には、あのパウメの画面からもメッシュを使って検索はできるんですけども。えっと、もう一つのメッシュの専門、え、専用の、えっと、データベース、まあ、画面があるので。まあ、最初はそちらを使ったちょっと検索の仕方をちょっと見ていこうと思います。えっと、じゃあ、実際にもう一度。検索の画面の方に行きますけども。 パブメドと検索してもらうと多分一番最初にパブメドのこの画面が出てきてその右の方にですねモア・リ、え、ソーシーズというのがありましてそこにメッシュデータベースというのがあります。これを見てください。でそうすると,、えー、っとここにまあ検索のまあ窓口が。 ありますでここにキーワードを、えーいいね、まあ何でもいいんですけどもちょっと入れてみますそうすると、えっと、こういったの、まあ、3つしか今出てきてないんですけども、えっと、自家ウイルスに対して、えー、その、えっと、自家ウイルスを含んでいる、えっと、3つの、えっと、言葉が出てきています。これがメッシュターム メッシュタームになりますで、えっと、先ほども言ったように、えっと、メッシュタームっていうのは文献の作品付きに使われるんですけども例えばジカウイルスに関して書かれた論文があればその論文に対してメッシュタームとしてジカウイルスというものが付与されます論文に対して付与されますまたその、えっと、ジカウイルスの感染に関わるものだったらジカウイルスインフェクションというような、えっと、キーワードが振られていくってことになります。でここののうち、えっとこの メッシュを使ってじゃあキー、えっと、パブメドを検索する場合にはどうしたらいいかということなんですけども例えば、自、え、家、っと、ウイルスのインフェクションに関係するもので、えー、を、えっと、検索した場合にはここに、えっと、チェック、時、ま、価、あ、ウイルスと例えば自家ウイルスインフェクションというのをチェックを入れてこの右の方に えーとパブメドサーチ、えー、ビルダーというのが、えー、ありますけどもそこで、えー、っと下のボタンにアドサーチビルダーというのがあるんでここをチェックを入れます、えー、っとボタンを押しますそうすると、えー、ここにこういったの検索式が出てきたの分かりますでしょうかで皆さんもし、えー、っとブラウザの立ち上げたらちょっと見てもらってもいいんですけども、えー、っと今チェックを入れた えっと2つのメッシュタームに対して検索のその検索の式の中に入っているのを確認できるかと思います一つは今2つチェックを入れてますんで「自家ウイルス」でこれはあのダブルイオフえっと o コーテーションでくくってあって括弧しててメッシュと書いてありますでもう一つそれ「アンドで「自家ウイルスインフェクション」で「メッシュ」っていうのが入っています。 でこのえっと実はこれはそのえっとこのままえっとパブメドの検索で使えるんですけどもえっとこのメッシュでこのカッコしてメッシュって書いてあるのはえっとそのパブメドで検索できるメドラインの論文の中のえっと人手でえっと自家ウイルスの作品がついている文献を、えー、のみ、えー、をまあえっと探しに行けということになりますでそうするとどういうメリットがあるかというとえっとまあ 自家ウイルスの場合にはあまりその間違いえ,えっと例えばえっとタギゴみたいなものがないんでまあえっとゴミが少なくなると思うんですけれどもえっとこの実際に人手がつけているものなのでその論文に対してま正しい法律的な検索ができるということになりますで実際にこれでその下のサーチパーメドっていうのを押しますとえっとパームの検索の画面にまた移って ここにですね見てもらうと分かるように先ほどそのファン名の検索で皆さんが入れているここの欄に対して先ほどの検索式が入ってこれを使って実は検索をしているってことになります。でこれ見てもらうと多分さっきと,えっと検索の件数が若干あの多分減っていると思います。要は名刺で作品付けられていない論文は省かれているからです。 でちょっとそのメドラインとパウメロのちょっと話を関係をしなかったんですけどパウメロとメドラインの関係って皆さん大体ご存知ですか、えっと、まあ簡単に言ってしまうと,、えっとメドラインっていうのがその文献のデータベースでパウメロっていうのがその検索をするまあインターフェースと思ってもらえばよくてでメドラインの方がその文献のセットでなんですけどもパウメロの方はそはメドラインの検索だけじゃなくてその他の論文の実は検索も若干できるようになっています。 でえー、っと例えば出版社から、えっとそんな文献の情報が提供されてそういったものはのパブメの検索の対象になるんですけどもそれについてメドラインに登録されている論文ではないので、えっと、NLM の職員がメッシの、えっと、要は作品付けをしてないものになります。 だから、メッシュを使うとうまく絞り込んで正しい論文にたどり着けることはあるんですけどもそれ以外のメドラインに登録されていない論文については検査ができないということになって若干、その数が少なくなるというのが一つの注意しなきゃいけない点です。あともう一つちょっと後から紹介しますけどもこの作品付けはやっぱり非常に大変な作業なのでちょっと時間のタイムラグがあってどんな早い,いものでもないない大体ちょっと遅れてやっぱり出てきます。 でまあ、ただ実際にはです、ねえっと、論文が公開される前に出版社から、えっと、NLM のほうにあの情報が提供があるので、えっと、まあ公開されると同時にすぐメッシュタームがついているものもあるんですけども、えっと多くのものというかあの、まあどれぐらいか分かりませんけども中にはその最新のものの NLM に登録,され登録されるような論文であってもそのメッシュがついていない場合もあるということで、まあ、そういったところをちょっとあの気にしながらという意識しながら検索していただければというふうふに思います。 じゃあもう一回ちょっとスライドの方戻りますけれども、えっと、今話したのがこのメッシュのところですねあここをちょっと話した方が良かったかなちょっとあの戻りちょっとあの話をえっと 飛ばしちちゃっったとところがあるのでちょっと戻りますけども例えばこの「自家ウイルス」っていうのを押してもらうとそのメッシュの中の自家ウイルスのどういうふうな言葉として概念として取り扱われているかっていうような情報があってそこに例えばその自家ウイルスであってもその中の自家ウイルスの,そのアナラシスに関係するものとかですねまずの言葉をちょっと追加して要は絞り込みができるようになっています。 で例えばここにもチェックを入れてもらって先ほどの、えー、とこちらの、えー、とビルダーの方を使うとここにあぶれ検索式が入ってこれを押すと、まあ、パブメの方に飛んでいくというような検索ができるようになっています。またこの下の方に、えー、とこの、えー、とメッシュの階層関係が分かるようになっていますで。先ほども言ったようにメッシュっていうのはただのその言葉のリストだけではなくてその概念の階層関係。 のの形になっているので例えば、次回ウイルスで検索をしましたけれどもその上位にある例えばウイルスというのがありますして RNA ウイルスというのがあるのでそういったものに対してこの言葉がどういうふうに定義されているのかということが分かるようになっていますしまたここからそのパメの方に検索に行くこともできます。 もう一度このパブメの最初のトップ画面にいきますで今度はク,エリクリニカルクエリズというのは臨床研究に関係する情報を効率的に検索するための窓口インターフェースをご紹介します。でこれをクリックしてもらうとこういった画面が出てきて同じようにこの検索の窓口があるので同じようにジカウイルスを検索をしてやりますと この画面では現在あの3層に実は分かれていてでそれぞれについてそのテーマに沿った えっと検索結果が出ています。で一つがクリニカルスタディえカテゴリーというのがあって、そこにはそのカテゴリーとしてセラピーとかまあいろんなものがあるんですけれども、スコープとしてブロードっていうのがあったり、えっ、ー、とナロっていうのが確かあったと思うんですけれども、まあちょっとこういったあのえっ、ー、とオプションがあります。でもう一つの体系はえっ、ーえー、ともう一つのえっ、ー、とこのえっ、ー、と分類ではセマンティックレビューズに関係するえっ、ー、と検索結果が出ています。 でこちらではその、えーとまあ、疾患遺伝に関係する情報というように、えー、と臨床研究においての検索において今より効率,的な、えー、と効率的に検索をするためのこういったサービスも提供されています。で実は今こういったあの3つの、えーとえー、と分類で検索ができるようになっていますけどもこのバックグラウンドになっているのがさっき言ったメッシュを使ってこういったその検索の絞り込む実を実はしています。 で例えばこの、えー、とクリニカルスタディカテゴリーズを見てもらうと、まあ、その例えばオプションの中に、まあ、セラピーというのがあったりいろんなものが、えーとまあ、あるんですけどもでこの下の方をずっと,ちょっと見ていくとフィルターインフォメーションというのがあるのでこれをちょっと見てみるとここに、えー、とさっきセラピーと例えば、えー とセラピーとまあ、ブロード例えばブロードっていう選択が選択肢があったと思うんですけどもセラピーかつブロードって場合にはどういったメッシュを使った検索でその情報を効率的にと導き出しているか検索しているのかってことがえっとここに示されていますでまこれを使ってこのメッシュを使ってこういったえっと情報をつ抽出しているってことなんですけどもまもちろんこの部分をコピーして ファンメロに持って行って検索することもできるし、で自分でもう少し絞り込みをしたいとか、あるいはこの部分はいらないということがあれば、このメッシュのところを削れば自分のえっと思うようなま検索がよりできるようになるというふうになっています。でここにあのだいたいその目安というのがあって、例えばセラピーのえっとセンシティブがま9九 で、えー、とスペシフィックは70%とありますけども、まあ、これはそのブロードとナロワの違いなんですけどもブロードっていうのは、まあ、より、えー、と広く、えー、とその対象になるものを見つけに行こうっていうことで、まあ、その、えー、とセンシティビティが99%で一方ですけどもその、えー、とスペシフィック 特異性が70取ってきたもののうちの正解率みたいなのが若干低くなるっていうようなことなんですけれども狭く取って正しく取るか広く取って間違ってもいいけど広く取るかというようなこのブロードとなろうっていうのが先ほどオプションでありましたけれどもその違いになっています。 であと,あの、えー、とパウメドからです、ね、一応あの直接あのブラストの、えー、と検索をすることもできるということに、えー、が書いてありますけども。 まあ例えば、ここにその検索のキーワードでヒューマンゲノムブラストと入れるとそのブラストの検索のこのページが画面が出てきますけども要は NCBI の方でいくつかのデータベースを提供していてそのサービスにつな,がるとつながるというかつながっているということをこれは示しているとここから実際にそのブラストやる人はあまりいないと思うんですけどもこの各サービスとの連携を えっとまあ、確認する上でえで、ー、この下、えーっとまあ、資料を今つけています紹介をしています。でパブメドを検索する際の注意なんですけどもちょっとこれまとめに近い話だと思いますけども、えっと、複合語の検索は引用符で囲むことで可能になります。 ただし、えーっとまあ、下にちょっと例があるようにですねリンクドオープンデータっていったものはこれはあのメッシュに登録されている言葉なので、えー、っとひとまとめとなっていますけれども例えばその下にあるその部分的なリンクドオープンっていうのを検索するとでこれはちょっとうまく検索ができないということを言っています。では検索できないでさっきも言った話なんですけれども人手によりつけられてより時間がかかるということがあります。 またメッシュタームはメドラインの書費情報が収めている文献がまず先対象になるということでさっきも言ったようにファームの検索の対象はメドラインプラスアルファであるということですで実際にリンクドオープンでダブルコーテーションで囲って検索をするとゼロコインになってくるとなってしまうということがありますでここででちょっっと紹介してなかったんですけども ここにあのさっき言ったカッコで囲ったものがえそのえっと検索合意の後ろについていますけどこれはあのえっとメッシュタームのタグと呼ばれているものでこれ、ご存知の使っている方っていらっしゃいます これはあまりいいららっしゃらないですねあの、えっと、実はその自分の使っている検索が、えっとけえっと、その何に、ねえっと、カテゴライズされているのかということを、えっと、示してやることによって効率的に検索をするもので例えばこの TIAB というのは何なのかというとこの,、えっとまあ、この場合だと「リンクドオープン」という言葉がタイトルもしくはアブストラクトに登場するもののみを検索するというようなものになります。 でよく使われるのが、他にそのメッシュのタグについてはオーサーっていうのがあって、例えばえっと研究えっと著者の名前を入れて、カッコで AU と入れると、えっとそのえっとタイトルのタイトルじゃなくてそのオーサーのところにの名前えオーサーに入っているところのみを検索対象として、まあ検索することができる。でこのえっとメッシュのタグについてあんまりそのえっと 非常に便利な機能なんですけども知られていなかったりするんですけども、えっとまあまあ、もうちょっと実際多いかもしれませんけどもあのファミのヘルプのページを見るとこういったあのタグの情報があって今紹介をした例えばオーサーだったら au というのを後ろにつけるで、えっと、あとはよく使うのがですね、えっと、さ,っきあのさっきは、えっと、メッシュという言葉を、えー、メッシュというもを、えっを、と としししして検索ををたた例を示しましたけどもう一つよく使うのがですねこれは何なのかっていうと先ほどその論文に対して、えっと、NLM の職員が、えっと、作品付けをするって話をしましたけども、えっと、その作品付けをする際にその論文がの主要テーマが何なのかっていうようなことを、えー、ちゃんと、えっと、チェックできるようになっていて例えばさっきの「自家ウイルスインフェクション」がこの論文の主要な題材である場合にはえっと そのメジャーという表記をしますちょっと実際に見てもらった方がいいですかね。例えば、まあ、どの論文でもいいのか。 ウイルスというのがあってさっきのこのメッシュこの論文に対してはこういったメッシュタームがついているって話をしましたけれどもちょっと非常に見づらいんですけども、えっと、このメッシュタームのえっと右肩にアスタリスがついているものこれがこの論文の中いくつかのえっと10件ぐらいのメッシュタームがついているうちのそのうちの中でも主要なえっと テーマがこれですよというものについては印がこれも数件ない場合もあるかもしれないけどもあるものについては数件ついているものがあるんで特にそのメッシュタームを使った場合の検索をするときにその主要テーマの何なのかということを使って検索するとより効率的な検査ができるということです。でその場合にはタグとしてはさっきちょっと見ていただいた このえっとメッシュメジャートピックっていう中でメジャーって MAJR というようなものを検索のキーワードの後ろにつけてもらうとそれが主要なテーマとしている論文だけを絞り込んで検索ができるようになりますただのキーワード検索だけではなくてその作品付けがちゃんとされていて主要テーマとして作品付けがされている論文を見つけることができるようになります。 メドラインといいますかパンメロについては、えっと、いろんなところに書籍情報みたいなものを提供していて、えっと、一部ではその民間のサービスにも提供しているんですけれども、えっと、その一つの例としてこのヨーロッパの PMC というサービスがあります。 でこれは、えっと、そのパブメドの情報を活用した検索する、まあ、検索のインターフェースみたいなものを捉えてもらったらいいと思っていて、えー、例えばパブメドから、えっとまあ、これだけの量のえっと 2 0え3000万件に迫るまあ、ほぼですね全部のパンメドの情報のアブストラクトが提供されていてさらにパテントの情報が追加されていてまあ、全部でえー、っと3000万件以上のえー、っと論文が対象になっている、えー、検索のサービスですでこのえー、っとサービスの特徴っていうのが えっと、使用内容をハイライラトする実際にちょっとこの検索をしてもらってみてもらうといいかと思うんですけども、えっと、検索をした論文の中でここでは例えば疾患、えっと、の名前については青い、えっと、このハイライトがされていたり、えっと、生物種については、えっと、黄色いところがその、えっと、ハイライトされるというようなことになっているんであの。 通常のパブメド検索よりもちょっと違った便利な機能が追加されているというものなのでそういったことに例えば興味のある人はパブメドセントラルえっとヨーロッパ PMC の方で検索をしてもらうとこういった情報が得られます。でちょっと実習の時間を設けていてこれが、えっと、何時までだ えっと、ちょっとそうしたら時間があまりないんですけども実際にそのメッシュのデータベースを使って、えっと、iPS 細胞に関する山中先生の論文山中先生が著者になっている論文を探すというようなことをちょっとあの実習として皆さんに時間をしばらく差し上げますのでちょっとあのやってみてください。で、えっと、使い方としては、えっと、iPS 細胞といったものがまずメッシュに含まれているかどうかというようなことが 例えばメッシュのデータベースの先のインターフェースから例えば IPS を入れるとそれを含んでいる合意集合が出てくるのでそれを選んでもらうでさらにその選んでもらったものが主要なテーマだったらそれに対してそれがメジャーであるっていうような主要テーマであるっていうような情報を付加して検索をする。 もう1つはアンド検索でその著者のところに山本先生の名前を入れて検索をする例えばそのパウメロの場合の検索の著者の表記のしか確か山本スペース S と書,く書いて二重工程書に囲ってメッシュタームの au というようなことをすると効率的に検索ができると。 間違,いなあの間違いがが少なく検索ができると、まあ、作品付けがされているものに対して検索ができるということで検索できると思いますで一方でそういったそのメッシュの情報をえっと削ってえっと検索をするとおそらくその件数がメッシュを使ったよりも多くなると思いますで多くなる理由はさっきも言ったようにタイムラグがあってメッシュの対応ができてない場合でもう一つはえっとそのメッシュを使って 付ける対象のメドラインの論文対象になってないもの。まあ、そういったものが含まれるので件数が多くなります。で、あとはまあ山中っていうものが。 えっと、著者以外で使われるかどうかっていうのがもうありますけどももし使われていたらそれも例えばメッシュを使わないと、えっと、人の名前じゃないという形で認識をされてたらの、えっと、キーワードとして検索されてしまう場合もあってその場合はその、えっと、検索される論文の数も多くなり、まあ、もちろんそれは間違いとして検索、えっと、リストアップされてしまうんですけどもそういった検索ができるようになります。 まあ特にあの正解はまあ示さないんですけど、まあ、いろんなこ,のこれだけ書いてあっても実際に iPS が主要テーマなのかということもありますので、まあ、正解はないんですけども、えっと、まあそういったそのメッシュを使うちょっと練習としてもし興味があったら、えっと、あと,えっと1分ぐらい時間がありますのでちょっとやってみてください。えっと、以上があのパグメの検索についてえちょっとご紹介をしたんですけどもこの後は この資料を作った d b c s の山本さんって方が作られているサービスとか ツーールアプリケーションについてご紹介します山本さんはこういった文献の情報とかデータベースからいろんな知識を発見し見つけていったりその情報をうまく整理をして研究者の皆さんにその情,情報収集においていろんな役に立つような研究を促進するようなアプリケーションとかサービスを提供してるんですされてるんですけどもその中の3つのサービスについてあと残り15分ぐらい 15分ぐらいあるのでちょっとご紹介をします。でえっと三つなんですけどもえっと、結構可愛らしい名前がついてますけどもアリーというのとインメクセズっていうのとえっとコリルっていう名前のえっとサービスを紹介をします。で実際これもあのもちろんそのえっとフリーで使える登録もなしで多分フリーで使えるものなのでえっとこの後もえっと皆さんの研究に活用していただければというふうに思います。 でまず最初にアリーという、えー、っとサービスですけどもこれは文献で使われている略語とその展開形を検索をするサービスです。 であと、まあえっと、皆さん論文を書かれる時に、えっと、非常に長い、えっと、複合語みたいなものに対しては、えっと、それを繰り返し使うっていうのが、まあ、ちょっと面倒くさいといいますかその、えっと、いろいろ障害になったりすることがあるんで、まあ、略語を使って、えー、その、えっと、以降の表記を、まあ、簡略化するってことよく行われると思うんですけども、まあ、そういった情報を、えっと、自動的に収集をして整理したサービスが 提供するサービ例えばその略語の状況はどうなっているかってことなんですけれども生命科学分野の文献中には略が多いま他の分野でもそういったことたはもちろんあると思うんですけどなんか生命科学の分野ではそういったものが特に多いんじゃないかってことが言われています。 でえっと、その一つがその研究者により自由に略語が生み出されているあの他の分野ではです、ね、結構その、えっと、言葉を新しくすると時にいろいろ慎重になったりしてなかなか、えっと、生み出さないってこともあるようなんですけども、えっと、ライフサイエンスの分野では、まあ、結構その言葉を自分で作っちゃうってことが許されているというような傾向があります。で発表文献数はえっとまあ、先も何度も紹介しているように、まあ、どんどん増えていると。 いう中でそそういいったその多義語語とか類語もどんどんん増えていますで結果どういうことが起こっているかというと読み手に誤解と混乱を生じさせるってことで例えば PC と書い,た書いてあると、まあ、普通は一般的にはパーソナルコンピューターだけども生命科学の分野では、えー、とプライマリーケアとか、まあ、いろんなものに使われると。で、えー、と一つの略語に対して、えー、とその元の言葉がいくつも対応しているというような関係になっているってことです。こにちょっと下にグラフがありますけども、えーと これは論文の数がこうあって8万2 0の略語があるってことかな出現頻度が10以上に限って言ってもこれぐらいの数があるということを示しています。でもう少し詳しくちょっと見ていこうと思いますけれども、この略語を簡単に調べる方法がさっき今紹介をするアリーというサービスです。 でさっきもちょっと紹介したようにこういったその、えー、とパウメドの提供している例えばアブストの中の情報で、えー、とこういった表記があります。まあ、普通は、えー、と略語を指定する場合には、えー、こういったその展開形と呼ばれるその元の形があってそれに対して括弧で、えー、この略語の表記をするのでこの関係を自動的に抽出をしてデータベース化しているというのがありというものになります。でちょっと繰り返しになりますけれども2800万件の論文のうちえー、っと 2,48万件の、えー、その展開系と、えー、省略系のペアがある。まあユニークの数でいうと355万件らしいんですけれども、まあそれだけの数があるということです。で、このアリーというものは、えー、っとさらにまあ日本語のえー、っと情報があれば、えー、辞書を使って、えー、日本語の情報も提示しています。またよく使われる分野についてのその提示があったり、えー、っと文献のえー、っと出現文献の を提示をしたり、えっと、同じ文献で使われている他の略語があった場合には、その情報も提供するというものです。で、これがそのアリーの検索の画面なんですけど、例えば。I. P. S. と、これは多分検索したと思うんです。I. P. S. と検索した場合に。その論文が、えー、っと、どういったところで、どのように、えー、っと。登場していいたのかというのことを表しています。 でここでちょっと見にくいんですけども展開系が iPS でそのえっとあ略,、えっと、略語が iPS で展開系がこういった表記ですということをこれは示しています。でまあ、使い方としては、えっと このデータベース FTP という形で丸ごとそのダウンロードすることもできるようになりますしプログラムから情報の抽出ができるようになっているかと情報の収集もできるようになっています。で皆さんどういった場面で使われるかっていろいろ聞いてみるとやはりその一つは、えっとまあ、略語を作る、えっときに、まあ、よく広く使われている略語として多分、えっとまあ、作るといいますかその利用した方がやっぱりえっと ユーザーの人著者の人、えー、っと著者ねっと読者の人に混乱を与えないということでこのアリーを使ってまあ、なるべくまああのその分野、えー、そのえー、っとカテゴリーでよく使われているリャグを使うというようなことを意識するためにこのサービスを使うという人がいらっしゃるようですで実際にはこのアリーというページから行ってもらって見ていくことができますでえー、っとまあ、配布している資料のえー、っと PDF の資料の方ではこれをクリックしてもらうとアリーのページに 飛べると思いますでここに何かキーワードを入れてもらえばいいんですけども、まあ、SPF っていうのが例があるんでこれを検索して検索をしますと、まあ、実際にこの検索の結果が出てきてその SPF っていうのがスペシフィックパソジェンフリーとの略として使われているというようなものが1420件でそれ以外例えば s f a ード S フェイズフラクションというのが490件ということでこの SPF というのがどれぐらいどういうふうに使われているのかまたその分野としてどうの分野でその展開系どの分野で使われているのかというようなことも確認することができます。であの詳しいちょっと説明と時間の制限までので詳しい説明は 統合テレビ午前中のお話でも紹介した「統合テレビ」って中に使い方があるのでそちらもご確認ください。<laughs> で検索結果として例えば研究分野がウイルス学である文献中に出現する略語みたいなものもうまく検索するとこういったリストを取ることもできます。 でえっと、これはその実際に海外の研究者が利用した例なんですこれユニプロットの研究者がアリーを使ってそのユニプロットとアリーのえっと検索のえっと統合検索的なことをしてやった例なんですけどもこのタンパク質の名前に対してこの日本語の名前、まあ、あとその訳語と展開系の関係からこういったものをつけるってことを実際に利用しているユニプロットの研究者がいます。 でちょっと実習の時間ををととっっってていいるるんでです例ちょっと時間もないので、えー、これについてはまた、えー、と各自ちょっとやって頂ければと思いますけども基本的には、えー、と検索の窓口があるんでその検索の窓口に対して展開形もしくはその省略語を入れてもらって実際にど論文でどういうふうに使えているのかってことを確認ができるサービスです。で次「inMexes、えー」インメクセズというサービスです。これは文献中に書かれている英語の表記を検索するサービスです。 で、特に論文を書く人にとって、非常に役に立つサービスに、なります。で、えー、っと、まあ、論文を書いている時、まあ、A、英文で論文を書いていときに。えー、っと、出くわす悩みとして、まあ、ちょっといくつか例が、えっと、想定して書いてありますけれども。例えば、イザーアソシエーション。に続く、前置詞は何だったのか。リン酸化に対する英単語、えー、っと、ホスの続きはどうだったかな。 アソシシエーションウィズを就職する副詞文献で使われているものは何だろうかと、えー、っとサーモダイナミックパラメーターズには座がつくことが多いかどうなのかその場合どういった文章で実際に使われているのかってことを知りたいあるいはその「アンノウンと同じような使われていると他の単語はあるのかないなのかってことを調べることができるサービスです。 でインメックセスズにお任せくださいということで実際にそのインメックセスズの特徴を3つのキーワードで記しています、えー、非常に高速で検索することができる、えー、軽快にえっと検索することができる4文字以上入力するとその候補が出てくるので、まあ、全部入力しなくてもそれを選択して検索することができるようになる、まあ、便利なものとしてえっとまあ頻度順で出てくるっていうのがまあ便利な機能として取り上げられています。 で実際には、えー、っと入力した、えー、っとそのキーワード、まあ、言葉が、えー、っとどの文献でどのように使われているのかってことがこのように表示をされるというサービスです。 でまたさっき言ったように「unknown」と似たようなように使われている言葉としてどういうものがあるのかというのはこれはその unknown が実際の文献上で登場する場合その前後の言葉の関係からその類似性を見て同じように使われている言葉のリストをリストアップしたというようなサービスです。 でこの場合に,ここに関連語というのがあるんでその関連語をすると、まあ、距離、まあ、要は類似度みたいなのを表記、えっと、順番に並べて、えー、例えば、えっと、別の言葉、まあ、同じ意味なんだけど別の表現を使いたい場合に、まあえっと、それを見つけるることができるような、えー、サービスですで、まあ、より高度な使い方としては、えー、was correlated with の場合の、えー、例えばそれを就職する言葉としてどういったものがあるのかって時に、えー トリレーテッドウィズで終わる言葉として指定してあってその頭に「わず」がつくもの要はこの間にどういった言葉が入るのかってことを調べることができて例えばその場合にはポジティブリーとかセグニカントリーとかネガティブリーっていうのがよく使われてますよっいなことがこちらの発展的な使い方としても、えっと、API を使って情報の検索収集ができるということです。 API を使うことによって例えばブログ自分のブログとかホームページに検索サービスを埋め込むことができるということです。で API キーなどの,その認証は不要であるというのが、えー、利点だと思います。でインメクセンスについても、えっと、この PDF のファイルから直接いけるので、えー、アクセスしてみてください。 で使い方については統合テレビにもあるので、まあ、そちらの方を詳しい説明が紹介して、まあ、10分ぐらいのスライドだと思いますけどもそちらも参考にしてください。で実際に実習として、えーまあ、いくつかの例がありますんでこれもちょっと時間があったら 皆さんにやってもらった方がいいんですけども、えーまあ、やり方としては先ほどの,そのキーワードを入力する欄があるのでそこに例えばコントリビュートっていうのを入れてもらうとその後に続く言葉としてどういったものが来るのかっていうことが分かりますしインフォーメーションとして入力した場合にその何々についての例えば情報ってことだと思うんですけども、えー、とインフォーメーションオブがどれぐらいあってインフォーメーションオンがどれぐらいあってインフォーメーションアバートがどれぐらい、まあ、どういうふうに使われているのかっていうことが係、まあ、数であ、えー、表されます。まあ、その他例えば、えーと とかそういったよく、えー、と言葉なんかも多分上位の方に多分出てくるんだと思います。で実際にその論文で使われているまあ例えばあまりこの例では適とかどうかわかりませんけれどもそのまあ分野によってよく使われている表現なんかもあると思うんでその、えー、と自分の分野との中でその言葉がどういうふうに使われているのかってことも確認することができるサービスです。で三つ目のサービスがそのコリルというサービスです。 これは文献の引用情報を検索でできるサービスですで、えっとそのまあ、どういったそのバックグラウンドがあるかということなんですけどもある文献に関係する第三者からの視点ある文献について当該文献の著者ではない研究者による評価はどうなんだろうか要は、えっとまあ、どういうふうに引用されているのかということを知ることができるある文献についてともによく引用されている文献があるのかどうなのか。 引用したい文献について、特に英語での適切なええと記述例はないだろうか。ま、これも実際に論文を書いている人はま気になる点だと思うんですけども、そういったものを調べる場合にまこリルが非常に役に立つということです。で、コリルなんですけども、えっとどういう仕組みで、えっとその引用条件を取ってきているかってことなんですけども、特定の論文、えっと論文について、その引用の記述を検索をすることができます。特定の論文について、他の論文からともに引用されている論文を表示をします。 引用記述抽出対象はパグメド、ID、を持つ PMC ののオープンアクセセスのサブセットですでこれどういうことかっていうと、えっと、さっきもちょっと話したと思うんですけども引用文献の情報はアブストに登場しないわけです、まあ、普通は登場しないんですけどもその全文の情報が提供されている、えっと、PMC の論文のサブセットは、ま、ず全部で公開されているのでその引用の情報が入っています。でその情報を使って その PMC の論文に対してどういうふうに引用されているのかってことを中止して提供するサービスがコリルになりますで現在全文が見れるサービスがパウメロ全体のまあ6%今日はそんなに多くないですねあの万件あるとということですでと999万件のパウメロ付きの文献が PMC の、OS、オープンアクセルのサブセットから引用されています。 パーメド全体の約3分の1、まあ結構やっぱり多いですね。で現場にはちょっとあのこのデータは古いんですけども、えっと、今年の1月の時点のものになります。でどういう使い方をするかというと、まあ実際にそのえっとコリュのページに行ってもらってパーメドの ID を入力する。 もしくはそのキーワードを入力するとその文献のリストが出てきます。例えばこれはえっとパメロの I D を入れたものなんですけども、そのパメロの I D を入れた論文がえっと他のえっと論文、要はえっと P M C のオープンアクセスの論文にどれだけえっと登場しているのかってことを表しています。でこの論文に対してえっとこのえっと検索した論文に対してこの論文の中でこういう風うに使われてますよってことが確認する することができます。で、まあ使い方としては、まあこういったあのウェブから検索する以外にも FTP の形でデータの全権を取ることもできます。で、API によってえっとプログラムから検索することも可能になっています。 でこれはのスパークルクルエリ先ほどの午前中の話でもデータの RDF 化っていうのを我々あの一生懸命やってるっていう話をしましたけども、えっと、このえっとスパークルっていうのは RDF に対する検索言語で、まあ、これはそのインターフェースなんですけども、まあ、そういった検索式によって情報の抽出もすることが今できるようになっています。ここれについてはこのページから、えっと アクセスすることができて、これについても統合テレビの方でその使い方について紹介がしてあるので、関心のある人はぜひ見てください。で、一応ここには実習の例として書いてあります。まあ、これについても特にあの紹介はしませんけども、えっとパンメド ID を入力してもらうことで、えっと他の文献中でその論文がどのように登場しているのかということを確認することができます。 えっとでさらにどういった研究課題があるのかということも確認ができます。でえー、っとまあこういったいくつかのそのサンプルのえー、っとパンメの ID があるんですけども、まあ自分の興味のあるあるいはその自分の論文なんかを入れてもらって検索をしてまあ確認をするということを、えー、まあ各自やっていただければと思います。